高校生のための金融リテラシー講座第7番、これまでですね、1番から6番までお話した内容のまとめをお話しさせていただきます。こちらのですね、動画の資料につきましては、金融庁が作成したものを抜粋して作成しておりますので、興味のある方は左下の QR コードからご覧ください。こちらがですね、あの1番から6番まで動画で話させていただいた内容になっております。 で今回はですね7番、まとめとして、まあ、今回のこの1番から6番内容をですねあのポイントを絞ってお話をしていきたいと思います。今回、まとめとして、ですねまず最初にお話しさせていただきたいのは、第1章の家計と管理とライフプランニングでお話ししました、1番、ニーズとウォンツに分けてお金を賢く使いましょうと。 これですね2番の家計管理をしっかり行い、貯蓄ができる仕組みを作りましょうと、これにもつながってくるんですけれども、まず、ですねこのお金の話、考えるときに大重、重要になってくるのは、いかにですねあの貯蓄のできる家計、しっかりできていくかと、そのためにはですね収入と支出、このバランスをですね考えておく必要がありますので、ニーズとウォンズという、まず必要なものをですねしっかり揃えていって、それから余裕があれば、ウォンズと。 い,うものをいわゆる自分の欲しいものについてお金を使っていくと、ただですね、どのぐらい必要なものがあるか、どのぐらい欲しいものがあるか、人それぞれだと思うんですけれども、大切なのは、やっぱりその自分の収入に見合った支出であること、そしてその支出の範囲っていうのは、収入からまず今後、将来的に自分が必要な貯蓄の貯金ですね、毎月必要な部分を引いて、その残った中で支出を決めていくということになっていきます。 もし、ですね、いや、そんな言っても貯金ができないよっていうことであれば、収入を増やす動きにするとと同時に、やっぱり支出も減らすと、両方やりながら、ですね、自分に合った生活水準、そしてもし生活水準を高めたいんであれば、やっぱり収入を増やすという、こういう努力をですね、継続しておくこと、そして貯金をできる仕組みを作っていくことによって、自分の手元のお金を増やしていく、まあ、それを安定してですね、あの貯蓄ができるような体制を整えるっていうのが、一番重要なことだと思います。 まあその中で、ですな、ね、んでそのお金を貯めていくかという話をするときに、ま、3番ですね、ライフプランを考えておきましょうと、まあ、どんなですね、ライフプランをですね、立てるか、イベントをですね、想定しているかというのは本当、人それぞれ、まあ、ただ、人生のですね、3大費用とかと言われるものが、一応、教育、住宅、老後、まあ、この3つと言われています。まあ、ただですね、今、ですね、あの教育といっても、まあ、子どもをです、ね、どのぐらい欲しいかとかっていうのと、実際に子どもを持つかっていうのも、これもです、ね、本当にすぐ分かるわけではないです。 お子さんがいない家庭もあれば、2人、3人という家庭もあれば、本当、まちまちだと思います。なので、教育費というのは、計画して使うものではなくて、結果として必要になるものだと思います。で住宅につきましても、今、賃貸、こういった選択肢も全然あります。住むといっても、ずっと賃貸でいくという選択肢もあれば、やっぱり建てるという選択肢もあります。必ずですね、住宅というものを買わないといけないというわけではないんですけれども、まあ、どちらがですね、自分にとっていいのかという選択をした上で、なおかつその費用を考えていくと。 で最後の老後っていうところもですね、今、人生100年時代と言われますけれども、まあ、実際、寿命がどこかなんて誰もわからないですで。健康的にずっと過ごす方もいれば、やっぱり何かと怪我とか病気とかでですね病院がよになったりとか、もしくはです、ね、介護が必要になる可能性もやっぱりあります。まあ、こういったものすべてですね、どうなるかはわからないんで、ね、逆に言うと、わからないからこそ備えておきましょうと、準備をしていこうっていうのが、まあ、このですね計画的っていうような準備というものになると思います。 ただですね、このライフプランに合わせてのです、ね、4番、社会保険、資産形成、民間保険の利用を組み合わせましょうとありますけど、まあ、正直ですね、あの日本に関しては、社会保障の、この社会保険の制度っていうのが、すごくしっかりしてます。なので、まずそこをですねしっかり仕組みとして理解した上でですね、 普段の医療費もそうですし、まあ、将来もらえる年金制度もそうです。すごくしっかりしていると思います。それを組み合わせた中で、ですねどのぐらい資産形成が必要なのか、もしくは万が一に備えて民間の保険が必要なのかとかですね、は無駄なものはです,、ね、する必要はありませんので、自分にとって必要なもの、どういう選択肢があるかというのを考えておく必要があります。 まあそのためには、ですね、自分の入ってくる収入とか支出の把握だけではなくて、まあ、国の制度ですね、社会保険制度っていうのが、まあ、自分に関わるものはどんなものがあるかなっていうところはやっぱり抑えておくべきです。でそれによって、ですね、無駄な保険の加入っていうのも避けることができますし、まあ、資産形成っていうのを、ね、どういうやり方があるかっていうのもですつ、ね、ながってくるかと思います。で実際にでですね、余裕の資金ができたと。 安定したお金が貯められるようになってきたと、まあ、その大前提があった中で、資産形成というものをです、ね、行っていくわけなんですけれども、そこまでいくと、まあ、資産形成の中でも運用ですね、えー、金融商品というものを取り扱って、より効率的に資産を増やしていくと、でこれは5番になりますけれども、まあ、それもですねただ目的別ですね、金融商品を活用して、自分にとってはどの金融商品が、どういった使い方が合っているのかということを考えておく必要があります。 で実際にですね、この投資というものをしていくことによって、なかなか直接的には分かりづらいかもしれないんですけれども、実際に投資というのは、自分のお金をですね、まあ、経済活動というと、かいんですけれども、まあ、企業にあの株として投資したりだったりとか。 あの債権としていろんな人にお金を貸したりとかですね、まあ、そういった利益を受け取ることが、えー、投資ですけれども、まあ、ただそういったお金をですねあの、いろんなところ、自分のところに余っている余裕の資金をですね、一時的に誰かに貸してあげたりとか、渡したりすることによって、生活がですね、やっぱりすごい活発になって良くなってきてます。まあ、それはですね、お金がどんどん周りで増えていって、便利になっているという面もあれば、社会的な、まあ、いわゆる環境がですね、より良くなってたりとか。 いろんな制度が良くなったりとか、ですねいろんな理由がありますけれども、やっぱりお金っていうのは、世の中を守ることによって、私たちにとってもプラスな面がたくさんあるというところですね、ちょっと覚えておいていただけたらと思います。でお金に関しては、ですねあの実際に自分の手元にあるお金、それを増やしていくっていうだけではなくて、まあ、7番のお金を借りるっていう選択肢もあります。 借りるというのもですね、決して悪いことではないんですけれども、やっぱり事前に返済のイメージですね、これを忘れないようにぜひしていただいて、高すぎる金利で借りないとかです、ね、であと借りすぎには注意というのが必要にはなってきます。 実際にですね、まあ、借りることのお話だけではないんですけれども、金融のトラブルっていうのもたくさんやっぱり世の中にはあります。まあ、どんな手口があるのかうもですね、ぜひ知っておいていただきたいと思いますし、もしですね、避けられないそういうトラブルにあってしまった場合は、第三者ですね、消費者ホットラインなどのこの188などにですね、電話して、まず相談をして、それからどういった対処法があるのかっていうですね、そういうのを知って、うまくトラブルにあっても諦めずに対応するということを置いておいていただけたらと思います。 実際にですね、今後さらにお金に関する話題というかですね、サービスっていうのは広がっていくと思います。あのキューバのこのキャッシュレスっていう活用がですね、まあ、非常に増えてきてますけれども、まあ、いろんなサービスがですね、あの増えていくことによって便利になってきます。ただ、ただ便利になる代わりにですね、自分の中でのお金の管理っていうのは、自己管理っていうのはすごく求められるようになっていきます。なので、そのために必要なですね、知識。 もしくはですね考え方、まあ、こういったいわゆる金融、リテラシーというのをですねあのぜひ高めていただいて、自分の身はですね自分で身も守る、もしくは周りの人もですね助けるためにも、ですねそういった知識とかを身につけていただければと思います。 こうしたですね、あの口座の利用のきっかけにですね、まあ、皆さんが少しでもですね、まあ金融というかですね、お金や投資に関してまあ興味を持っていただいてですね、まあうまくあの必要であれば活かしていただいて、またもしくはですね、トラブルから避けるということですね、そういうところに活かしていただいたら嬉しいなと幸いだと思っております。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。 今回はですね、まとめの動画ということだったんですけれども、よりですね、あの気になるポイントありましたら、また1番から6番の動画ですね、見返していただけたらと思います。また、ですね、自分に気になるポイントにつきましては、あの,この楽天証券投資予さんの中でいろんなあのコラムであったりとか動画が提供されていますので、ぜひそちらもご覧いただいて、より皆さんのですね、金融リテラシーの向上にお役立てたらと思っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。